豊岡鉄道部とは、かつて、兵庫県豊岡市大手町にあった、西日本旅客鉄道の鉄道部で、車両基地でもある、福知山支社の管轄。本校では、豊岡運転所についても記述する。山陰本線の豊岡駅構内に位置しており、ローカル線の活性化と、効率的な鉄道運営ができるように1990年6月1日から、鉄道部制度を導入した。 日本国有鉄道福知山鉄道管理局、豊岡機関区の流れを組む。過去には蒸気機関車の基地となっていた。仕業点検などを実施しており、長距離列車の場合、機関車の付け替えを当駅で多く行った。当時は和田山駅にも宿区を設置しており、万端線の幾の峠越えや起伏の多い宮津線、余部橋梁やその先の桃館トンネルといった難所の、 運行を一手に担っていた。その後も、福知山支社唯一の機動車研修施設を持ち、万端線使用車両やラッセル車も管理下にあり、運行面においても、国鉄時代同様に幅広い業務を担っていた。管内で、JR 西日本の社員がいる駅は、豊岡駅と木の先温泉駅のみである。洋歌駅、高原駅、霞駅、 浜坂駅は JR 西日本福知山メンテックに委託しており緑の窓口もあるが、洋風駅、竹野駅は簡易委託で緑の窓口はない。なお、洋風駅は無人駅と同等に扱われている。その他の駅はすべて無人駅である。発足後は、近畿圏運行本部を表す、金と組み合わせた、金と余で、旅客車は福知山支社の略号、福と、 豊岡の電報略号である都下から構成された服都下、機関車は豊かであった。キハ4 1系、で152525号機加庫に所属していた車両は次の通り、万端線と山陰本線で運行される機動車が所属していた。ありがとうございます。